ケモケモフレフレケモノフレンズ、ケモノフレンズ実況プレイやっていきたいと思います。違うわ、最初にあれ言うんだった。動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。それからあれだよ、ケモケモフレフレケモノフレンズケモノフレンズ実況やっていきたいと思いますって言わなきゃいけないんだよ。うん、この流れを、覚えとかないとね。さて、ワイルド、桜舞うワイルド学校体験記という、第1話をクリアして第2話をやっていきたいと思います。ワイルドを求める姫、ワイルドを求め、入学した姫アリクイの前に現れた、ワイルドの化身のようなホワイトタイガー。さあ、彼女の運命はどうやって、彼女のとの出会いは、姫にどんな影響を与えるのか。じゃあバトル版やっていきましょう。お、来た、キツネ来たね。メンバー変えてみようか。そうだな、攻撃順じゃなくてレベル順で。パーティーメンバーにで、やっこれ特攻つけておかないとね。これで OK。 あ、しまった。まあいっか。キーンコーンカンコーン。はい、お疲れ様でした。未来さん、一体どんな声をしているんですか？違うわ。お試しの先生をやってみてどうでしたか？まあ、なんとかいけるんじゃないか。ふふふ、フレンズさんたちからは好評のようですよ。探検隊の隊長を続けているだけあって、伝えるのが上手なんですね。あ、ここで出てくるのか。皆さんも積極的に学びたがっています。この調子なら、他のフレンズさんた、この調子なら、フレンズさんたちの学校を建てることになるかもしれませんね。ああ。学校自体まだ建ってないのか。はい、この校舎はもともとスタッフの家族向けに建てられたものなんです。スタッフの家族向け。ちょっと待って。なんか急になんかでっかい設定が出てきたんだけど、スタッフって通ってるんじゃなくて住み込んでるの？しかも単身ではなく、単身だけじゃなくて家族とかで。え、ジャパリパークってそんな住めるほどでかいんだ。以前からアニマルガール用の学校の話はあったのですが、手探り状態でして、どんな建物が合っているのか、そもそも校舎が必要なのか模索中なんです。そこら辺なの。校舎必要かどうかを、あれか、そうだな。なんか動物の学校とかで、動物の森の学校とかでしょ、テレビで、まあテレビのアニメか、その人形劇かなんかやる、なんかでやるとき、大抵はもう、椅子と机はどうかな？いいか。最低でも黒板だけか。黒板だけの状態で、もう青空教室みたいな感じで、もう野外でやってたりしますからね。そのあたりのことも、このお試し学校で、つかめたらなと思っているんです。思っているんですよ。まあ、深くは考えずに楽しんで教えてあげてください。ああ、未来に隊長、ここにいたのか。あら、大アリクイさん、どうなされたんですか？姫のことが気になってな。近くに来たので様子を見に来た。なんだ。初めて学校に行かせたお母さんのような感じですね。あ、初めて学校に行かせた我が子を心配するお母さんですね。
愛媛の様子はどうだろうか。ワイルドというものに憧れて無茶なことはしていないだろうか。大丈夫。そうか、ほっとしたような、少し寂しいような、だな。完全にお母さんじゃないですか。寂しい？今までは私が姫にいろいろ教えていた。教えることは難しくもあるが、楽しくもあった。学校というものができたならば、そういうことはなくなってしまうのだろうか。そんなことはありませんよ、大ありくいさん。学校で教えられることなんて、ほんのちょっとしかないんです。大ありくいさんは学校で教えきれない、たくさんのことは教えてあげてください。そうですね。学校っていうのは、まあ、勉強するところとはいえ、あくまで社会に出るための土台作りっていう感じですね。その土台を、小学校、小学校、中学校、場合によっては高校とね、このしっかり積み重ねていって、将来何になるかわかんないですけど、それの役に立てるっていうことでですね。まあ自分が将来何になるかわからないから、とりあえずまんべんなく平たく教えようっていうのが、多分学校の役割じゃないかなと僕は思っております。はい。なるほど。そうなると、私に必要なことは、隊長よ、いつか私に教え方について教えてくれないだろうか。ああ、教え方について教えるか。まあ、なかなか、難しいですよね。次に姫が聞いてきた時に分かりやすく教えられるようにしておきたい。もちろん。ありがとう、隊長。いや、隊長先生。じゃあね、この隊長先生がまず最初に教えることはセルリアンをパッカーンしていくことですね。はい。まあ、人に教えるっていうのはね、確かに難しいんですよ。とりあえず、俺が心がけてるのは、人に、分かりやすく。で、また同じことを、繰り返し、同じことを繰り返すときには、あれですね、前に一回聞いたでしょとか、ちょっと威圧的な言葉、威圧的な感じを使わないっていう感じですね。で、ちゃんと覚えてるかどうか、これ一番だと思うんですけど、ちゃんと覚えているか、聞いているか確認するっていうのが大事ですね。いくら丁寧に教えてあっても、相手に伝わってなかったり、ちゃんと分かってなかったりっていう場合もありますからね。まあ一番はあれですね。人の話を、聞いてるようで聞いてないやつですね。あれはそういうのは何ですかね。いくら教えても、本人自体が分かってないんで、そういうのが一番難しいですよね。ああ、隊長さん、あ、隊長ちゃん、お話しして、隊長ちゃん先生、言いにくいな、錦蛇。隊長ちゃん先生のお話、とても素敵だったわ。そんな危険なところにも行くなんて、探検隊ってとっても勇気があるのね。そうですよね。探検隊の活躍ってとってもワイルドなんですね。おっと。そうだよね。私もそんなところ行ったことないよ。なんだろうね。ワイルドを求めて危険なところに行きそうだね、姫ちゃん。先生のお話聞いてたら、いろんな場所のこと、もっと知りたくなっちゃったかも。それなら、この赤くて綺麗な羽を持つ、少女トキが教えてあげるんですけど。しげしげジャングルを進んだ先にある、とても綺麗な川がおすすめですね。歌を歌うととっても気持ちいいですし、何よりも川を覗いてみると、素敵で真っ赤な翼を持った私の姿が映ってるんですよ。どやちょっと待って、いきなりのドヤ顔はあれ、不意打ちすぎる。どや
みんなあのちょっとあの相手の方向いてるのに一人だけもうこっちガン見してますからね。そうなんですね、勉強になります。他のみんなは普段どういうところに行くんだ？それ僕も知りたい。ホワイトタイガーはどこによく行くの？我か、大したところへは行っていない。大したところに行っていなくてもやっていることはでっかいだろう。ゼルリアン相手に戦ってるって聞いたぞ。どうということはない。パークに害をなす者を打ち滅ぼしているだけだ。か、簡単に言うね。それがでっかいってんだよな。でっかいんだよな。ホワイトタイガーさん、やっぱりすごいですどうやったらそんなワイルドになれるんですかね。いろいろ聞いてみたいですけど。うう、なんだかオーラがすごくて近寄れません。あー、これはもうあれですね、ワイルドブラストが漏れてますね。キーンコーンカーンコーン、これ押すの。今日はここまでなんで、あそこになんで選択肢っぽく出てきたのか。はーい、隊長先生ありがとうございました。ああ、授業が終わっちゃいました。次には勇気を出して聞いてみましょう。姫、頑張ります。さ、バトル1クリアいたしました。姫ちゃんがちょっとずつこのワイルドへの興味が大きくなっていってますね。さあバトル2やっていきましょう。パーセンテージが増えちゃったな。じゃあ荒井さんだな。最近知ったんですけど、荒井さんってマンション暮らしだったんですね。え、違うっつってはあ、どうやったら話す勇気が出てくるんでしょうか。ホワイトタイガーさん、グワーってしていて姫びっくりしちゃうんですよねあれじゃん、完全に本能が警戒してるじゃん。でもワイルドになるためには頑張らなきゃ。うーん、素敵、とっても素敵だわ。あなたのその気持ち、とっても素敵に輝いている。この巡り合わせに感謝を。ひゃわ、誰でしゅか。私のことは好きに呼んでいいわ。大切なのは名前じゃなくて気持ちだもの。姿を見せろ。誰だお前は。素敵な先輩。本当に誰だこいつ。でもそうね、素敵な先輩とでも名乗っておこうかしら。素敵な先輩？素敵な先輩さんは姫に何かご用でしょうか。特に用はないな。いや、特に用はないわ。え、こいつ、あれ、なんだ、このフレンズなんだ？クジャクではないんだよ。でもなんかどっかで見たことあるんだよな。この頭のカラーリング。あれかな？空想関係かな。どうなんだろう、違うな、違うかなあなたの気持ちがとっても素敵だったから思わず声をかけちゃった。ホワイトタイガーに声をかけたいのにかけられない、そのもどかしさ。小さな胸のか、小さな胸の中で熱く燃える情熱、それを思うと私は、あ、尊いって思う感じの人。あ、気持ちが抑えられないわ何その動き何この動き気持ちが抑えられないとこんな動きするの。ひゃめっちゃ警戒されてるめっちゃ威嚇されてるのに、これ何これ、すげえ面白いやーべえ、どうしよっかな。あんまりサムネ作ってないけど、これサムネに指定したいな
どうだろう、この部分だけ切り取って、なんだ、3分間耐久とか作ってみたいな。驚かせてしまったかしら。ごめんなさいね。とっても驚きましたがな。そうね、素敵なあなたに一つアドバイスを送らせてほしいの。あなたの気持ちは今すぐに外に出した方がいいわ。溢れる思いを相手に伝えるの。ふえ、でも。怖がることなんてないわ。気持ちを伝えるって素敵なことだもの。だって伝える相手がいるってことでしょ。伝える相手がいなくなる前にその気持ちを打ち明けるといいわ。え、いなくなる？さあ、あなたも運命と共に踊りましょう。きっと素敵な出会いが待ってるわ。こいつ火の鳥じゃないだろうな。いやー、でも火の鳥のカラーリングとは違うか。それじゃあね、応援してる。姫に頑張れって言ってくれたんでしょうか。まあそうですね、うん、あと背中を押してくれてるんですよ、うん、なんか、感情高ぶると腰を振っちゃいますけど。素敵な先輩さん、ありがとうございます。さあ、腰に手を当てお尻フリフリしていた素敵な先輩に会った後、セルリアンをパッカーンしていく時間となっております。メンバーはおじろぬーさんとマレーバクと水前残光だったっけ、これ。あとあれだ、ヤマパクで新井さんですね。を一つに。最近新井さんはですね、マンション暮らしをし始めたようで、ね、なんかちょっと怪しいマンションに住んでるみたいですね。で、静電雑魚。静電残光だったっけ、戦前残光だ、なんとか残光っていうのは覚えてるね。ちょっと鼻の調子が悪くなってきたな。さあ、おかわり一回、夢一回、夢一回じゃない、夢一回だ。で、山爆新井さん、こっちかな、マレー爆、あ、もう一人か。じゃあおじろさん頑張ってもらおう。こっちに来ないで。山爆の攻撃は一撃で効くんだよな。獣ミラクルが揃ってない、残念。じゃあ新井さんでフィニッシュ。まあ、体力的にフィニッシュは決めるのは新井さんじゃないけどね。はい、勝ちました。おめでとうございます。素敵やで、フェネック出てきてくれなのだ。そうだな、フォロー関係をちょっと洗い直さないとな。皆さん集まってください。今日も元気に運動していきましょう。はーい、まずは準備運動から。皆さんペアを作ってください。はーい、デクー一緒にやろう。うん、デクーじゃなくてデグー。隊長ちゃんはいないのかしら。おいおい、何をキョロキョロしてるんだ。相手がいないなら俺と組もう。隊長ちゃんがいないんじゃしょうがないわね。わわわ、姫は、
ヒメアリクイ、我と組まないか。ホワイトタイガーシアン。もちろん無理にとは言わないが。ダメじゃありません。よろしくお願いしますしゅ。やべえ、ヒメアリクイがホワイトタイガーのワイルドにやられてしまう。皆さんペアになりましたね。それでは体を伸ばす運動からですよ。座ったままで、手を足の先まで伸ばしてみてください。くれぐれも無理はしないでくださいね。前屈ですね。あわわわ、少女トキさん、無理をしたらダメですよ。大丈夫。私はまだまだいけるんですけど。少女トキ、体硬いんだね。ドルカって、体柔らかいよね。あ、バンドイルカだからドルカって名前なのか。ドルカって、あだ名なのか。そうなのかな、芸のいっぱいをね、いっぱい練習したか、してたからかも。ビョーン。ホワイトタイガーさん、姫は何をすればいいでしょうか。我がサポートする。少しずつ手を伸ばしてみてくれ。ひゃい、お願いしますよ。まあ、しゃがんだ描写なんだろうけど、あれだな、なんか、没収とされたようだな。硬い、意外だな。ちょっと押すぞ。無理そうならすぐに言うんだ。幅は。む、ヒメアリクイ、大丈夫か？大丈夫でしゅ、大丈夫。ヒメ、プシュー。ヒメアリクイ、おい、しっかりしろ。ヒメアリクイさん、大変ですわ。すぐに保健室に運びましょう。すみません。もう、ろれつが回ってない。ねえ、ただの準備運動なのに、ヒメアリクイ保健室に運ばれるレベルになっちゃったよ。じゃあバトルさんやっていきましょう。パーセンテージが上がんない。誰でいこっかな。じゃあホワイトライオン、ここ、ホワイトライオンか。あ、いや、タヌキがいるな。じゃあタヌキ行ってみようか。タヌキはまだ見てないから。できるのかな。あれ、見た。さあやっていきましょう。あら、タヌキさん、おしゃれタヌキだ。おしゃれタヌキですね。できるでしょうか。なかなか揃わない。こっちはダメですよ。あっち行ってください。めっちゃ強烈してるやんけ。まあ確かに、セルリアン、確かにセルリアンはフレンズにとってはちょっとまあ天敵みたいなところがあるけど、そこまで拒絶しなくてもいいんじゃないかなって思う。こうかな。同じような攻撃ですね、二人とも。山爆とマレー爆の会話しかないな。あ、しまった。しまった。タヌキで最後を決めようと思ったのに、すっかり忘れてた。ダブルスフィアをよろしくね。ダブルというか、まだ一人だけどね。あ、できなかった。キンコンカンコン。そういえばアルマジロっていたっけな。はあ、失敗しちゃいました。せっかくホワイトタイガーさんと お話できるチャンスだったのに。はあ。まだチャンスはありますよね。姫、頑張ります。ん？わ、ピンクの花、とっても綺麗です。それにこの木、気持ちよさそう。ちょっと登ってみてもいいですよね。あ、気持ちよさそうっていうのは、そうか。木の上で寝るっていうことなのかな。
4時4時。えへ、やっぱり木の上は落ち着きます。っていうか桜の木は登っちゃダメだよ。少しゆっくりしていっちゃいましょうか。ふぅ。あれ、向こうから誰かが来ます。素敵だわ。その情熱を私はずっと見ていたい。素敵先輩。素敵な先輩です。それと、話を聞いてくれて感謝する。ホワイトタイガーさん？ああ、ホワイトタイガー。あなたは今、あなたは今、素敵な目をしているわ。熱い思いがこもった素敵な目、これからどうするつもりなのかしら。あなたの答えを聞かせて、さあ。実は迷っている。どうするのが正しいのか。おっと。ヒメアリクイに聞かせてもいい会話かな？正しいかどうかじゃないわ。選ぶことこそが素敵なことなの。あなたの思いはどっちなの？なんで強制するんだよ。そうか、そうだな。それならば我は。よし、決めた。我は学校を辞める。衝撃の第3話。第2話。衝撃の最後、ラストでしたね。ホワイトタイガーさん、もう学校には来ないんでしょうか？心配してますね、ヒメアリクイ。ホワイトタイガーの悩み。まあ、そうだな。なんて言ったらいいんだろうかな。悩みっていうのは必ずしも誰かが持っているもので、そうだな。学校でそれが解決できるものとできないものがあるから、何せどんな悩みであって誰に相談したとしても最後に決めるのは自分自身ですから、ね。その、自分自身で決めたことに後悔がないように、やっていくしかないんじゃないでしょうか。それではですね、第2話終了いたしましたので、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。第3話は次回の動画で、やっていきたいと思います。それではまた次回、バイバイ。いやー、ゲームって本当にいいもんですね。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。